センターですね。簡単な稼ぎ方を知りたいですと、海外移住ご希望の方からのご相談です。個別コンサルで学ぶ、教材で学ぶ、情報商材で学ぶというところなんですけども、簡単な稼ぎ方をですね、学ぶっていう発想自体は、まずお勧めできないかなと思います。簡単な稼ぎ方って、逆に言うと安定して続かないですよね。お小遣い程度にパッて、セルフバック、いわゆる自己アフィリエイトで稼ぐとかっていうのはできると思うんですね。もっと言えば、僕もお勧めはしてないんですけど、ポイントサイトとか、多分そういうのはあると思うんですけども、稼げる金額も仕入れてますし、あとは安定して、収入を得られないというところで、やっぱりしっかりした稼ぎ方を学ぶっていう姿勢がまず大事なんじゃないかなと思います。ただ、簡単な稼ぎ方といってもですね、簡単っていう言葉が曖昧で、人によってはこれぐらいの努力でこれだけ稼げてしまうんだっていうのを簡単っていう場合もあるんですよね。なので、一番最初の努力